皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に英傑対戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回使うのは、天下無双藁、黒一色で組んでみました。単色でも組めちゃうもんなんだな。粒揃いで助かりますね。お相手は上杉謙信、毘沙門天の陣。お相手は混色だな。毘沙門天は勢力限定がないのか。そうなんですよ。各色の精鋭を集められるのも強みの一つですね。お侍藩が存分に戦えるよう、お世話します。とのことですが、大変魅力的な提案ですが、今回彼女の出番はなさそうです。ダメ系も妨害もないしな。対戦、よろしくお願いします。逆に言うと、彼女に頼らなくても済む立ち回りを心がけたいですね。不用意に欲を撤退させないことだな。まあ滅多なことではしまいが。お登勢さんと安田長秀、そして今現れた新次さんは工場要員。手があっち台どんどん端から走ってもらいます。挑戦と緊急は主条件契約要員としてなるべく生存優先。そして欲は戦闘要員。常に走り回って突撃や乱戦で部隊を撃破します。6枚触り続けるのはうちらには無理だからな。事前にある程度役割を絞って、機械的な操作を増やすことで局地戦の質を保つようにしているぜ。と言いつつ右下の副兵緊急が止まっちゃってたな。移動先に挑戦がいたので動かせなかったんでしょう。彼女を戻して代わりに緊急を置き、副兵で森吉成を撃破します。2発目の被弾は避けたいが、果たして間に合うか。中級頼む、副兵魂見せてくれ。駆逐せよ。はい、間に合いましたね。よかったよかった。まだ死ねない。だがこれで主張が済んだわけじゃないぜ。お相手はもう3部隊残ってる。工場要員が復帰するまでの間は三国志組で戦線を保ちましょう。いざとなったら破滅的な検索で何とかします。白ゲージが犠牲になるから雑に連打するわけにはいかんが、あくまでいざとなったらですよ。できる限りオフのボディだけで何とかしないと。そこで壁になるのがお相手の上杉謙信です。よくわらデッキは八平線のほぼ全てを欲に一任することになるから、欲と同じくらい強い部隊がいるときに崩されやすいんだよな。今回の上杉謙信や槍兵最強の本田忠勝あたりがそうですね。いかにも相手の槍を降りつつ上杉謙信への突撃を通せるかが、この試合における一つポイントとなりそうです。お相手も当然それはわかってるからな。両子の槍で謙信を守りつつ、もう一本の槍も嫌なとこに出してきたぜ。よし、なら手の空いてる安田を両子に乱戦させまして、行くぞ。天下無双、勝ぜよ。ちなみにここで迎撃されると即横矢です。乱戦でも迎撃されるから注意だぞ。まずは一発、続けて二発。安田、漁師から離れるな。鉄章、打ち勝ったり。いいね。さらにそのまま漁師も撃破。二枚塗ったせい、そのままセーフも落とせるか。無双は切れちゃいそうですが、前進してくるならそのまま落とせます。してこなかったので無理でした。工場は三人に任せて主上部隊を支援しようか。こういう時にきっと槍を出されて最期から崩されたりするので注意ですよ。と、ここでお相手は流派発動。選択は二の肩のアクション強化か。これは長槍目当てだな。無双が打ちづらくなってしまいましたね。緊急、ブルペンに入っておいてくれ。いつでも殴られるようにしておけよ。おっと、テイフが動いてきましたね。老将の底力よ。テイフの老将の奮闘、ワックス契約。兵力が少ないほど武力が上がり、さらに兵力が回復します。火兵プラス噴撃か。強い組み合わせだが意外に少ないよな。右上に部隊の処理速度を上げつつ溢れそうな指揮を消費、といったところでしょうか。支援してやりたいのは山々ですが、ここは欲の兵力を回復しておきましょう。貴重な休憩時間だぞ。しっかり休んで後半も頑張ってくれ。本来であれば本当にしっかり休んで、兵力全開で次の戦いに臨むべきなんですが、当時の私は変に焦って8割程度で戦場に出しちゃってますね。英傑対戦では出場待機時の兵力回復がなくなったんだよな。実は最近知ったんですよ、その仕様。当時の私が知っていたかは不明ですが、失態までもつい8割から9割の兵力で出しちゃったりします。染みついたってはなかなか取れないな。ミニマップでは8割くらいに見えていた兵力ですが、戦場で見ると思ったより少ないです。心細いので緊急にそばにいてもらいましょう。緊急、私怖い。イチャついてるところ悪いが、どうやら上杉軍が第二陣を展開してるぞ。とりあえず落とせさんと安田は端から投げちゃいます。謙信の突撃を牽制したりはしません。操作が煩雑になるからね。仕方ないね。二人とも命の限り向上し、敵軍の気を散らしてくれ。さて向上はこれでいいとして、問題は主上戦線です。槍が長すぎて身動きが取れんな。あっと、ここで痛恨の突撃。腹の陣形発動だ。毘沙門天の化身となり敵を打ち払う。さあついに本丸が動いたぞ。望むところです。エース緊急をマウンドへ。第一球投げました。天に選ばれし飛翔よ、存分に戦うがいい。あ、これ特殊セリフじゃないか。もちろん天に選ばれし飛翔、つまり欲に投げると変化します。一旦武力で上を取れたものの、お相手はここで戦地雨の幅切りを発動。リジェネス機大構成か。これ結構多いよな。私は持ってないので羨ましいです。これにより武力が逆転してしまいました。やられたらやり返す。天に選ばれし飛翔よ、
存分に戦うがいい。うう、白ダメが痛い。逆転してないのでセーフです。乱戦で剣心の工場を止めます。だがお相手はここで流派アクション工場を発動。槍撃で白を殴る気ですね。とりあえず挑戦の弓を森吉成に当てましょう。セーフの弓、養子の槍、そして上杉の乱戦。さすがの欲も苦しいか。さらにここで養子のダメ押し。ご、合流の祈り。私を信じてください。これで剣心の武力は、27。ご、これが越後の竜。さすがの欲もここでダウン。するとでも思ったか。戦地解放。欲は負けない。何度でも蘇る。が、出場時の待ち時間は避けられないぞ。その間に剣心の工場が入ったら台無しだ。問題ありません。こんなこともあろうかと、新次さんを城に置いておいたのさ。新次、お前ってやつは、新次さんが命を懸けて剣心の工場を阻止、そしてすぐさま欲が出陣。よくやった新次、あとは任せろ。天に選ばれし飛翔よ、存分に戦うがいい。うう、白ダメが、逆転しかえてがセーフです。さあ行くぞ剣心、第2ラウンド開始だ。お粗末様でした。お粗末なんかじゃないぞ。無駄にするわけにはいきません。新次さんの戦いを、剣心、これで終わりだ。いいね。だが問題は白ゲージ。これを逆転できなきゃ意味ないぜ。その通り、まずは森吉成を撃破して主城を済ませましょう。まだ死ねる。これでお相手の工場はストップ。あとは安田と乙女さんがどこまでやれるか。どちらももう一発ずつくらい殴れそうだな。これは逆転できるぜ。さらに欲で安田の工場を支援します。セーフ、これでもくらえ。あとはこのまま試合終了までコツコツ殴り続ければ勝てるかな。そうですね、最後にもうっと波乱ありそうですが、それも剣心が復活した後かな。ところでずっと気になってたんだけど、流派を使ってないのはミスか？ミスですね。いや、押し忘れではないんですよ、本当に。私を信じてください。押し忘れじゃないということは温存してたのか。そうなんですよ。戦術の通りもうっと波乱ありそうでしたし、そもそも両端の工場で逆転できるかわからなかったので、いつでも流派に手を打てるようにしておきたかったんです。まあ気持ちはわかるが、それでも主城の際に一の肩くらいは使っておいた方が良かったんじゃないか？私もそう思います。判定、では最後、無双で試合を締めましょう。剣心さえ落とせば守りきれると思うので、サクッと突撃で取っちゃいます。サクッと迎撃されないようにな。ははは、さすがにここまでフリーなら大丈夫ですよ。じゃあ帰りまし。さあ、というか刺さってないですよ。リクエストを要求します。そんなものはない。ぬぬぬぬぬ、仕方ない。病気から撃破して最後の工場も止めましょう。槍撃で工場されちまうが、まあこの差なら大丈夫だろ。というわけで今回の反省点、流派はしっかり使いましょう。しょうもない税抜きをもらうのはやめましょうだろ。それは言わないで。対戦、ありがとうございました。やっぱり藁は定期的に使わないとですね。よし、じゃあ次は8枚藁だ、か、考えておきます。ご視聴、ありがとうございました。